アイナメ科は、カサゴモクに所属する魚類の分類群の一つ。アイナメアモクを構成する唯一のトガで、アイナメホッケなど沿岸魚を中心にゴアカご属12種が記載される。アイナメ科の魚類はすべて海水魚で、北、太平洋に固有の分布を示す。温帯から寒帯域まで広範囲に分布し、北極海に生息する種類も知られている。生息推進は、 長艦隊から600メートルを超える深海にまで及ぶが、通常は沿岸から200メートル以前の大陸方にかけての範囲であることが多い。日本の近海からはアイナメ属及びホッケ属の少なくとも7種が報告されている。ほとんどの種類が漁獲対象となり、食用魚として広く利用されている。アイナメ類はその多くが岩礁や砂力艇の海底で生活する。 低生魚で、ホッケ族のみ、中層での遊泳生活を送ることが知られている。食生は肉食性で、甲殻類、単脚類、多毛類や他の魚類、魚卵など、捕食対象となる餌生物は多様である。一部の種類は、成長段階や精査によって著しい色彩変異を示し、生息地の違いや産卵周期に応じた変化も顕著である。 本家魚類のメスは粘着性の高い鎮静卵を産み、オスは卵解を深まで保護する習性がある。稚魚は表層での浮遊生活を経た後に海底に移行し、ごく限られた範囲での定住生活を送ることが多い。アイナメ科の仲間は左右に平たく側平たした、やや細長い体型を持つ。多くの種類は体長45センチメートル未満だが、最大種のリングコットは、 全長1.5メートルに達することもある。他のカサゴメ魚類に見られるような頭部のトゲや突起は持たず、両側の目の直上に肉質の皮弁が1から2体存在する。側線は1本、または5本で浮き袋を描く。よく発達した全尾光を両側に位置い備える。一方で、五尾光は対価的である。鱗はリングコットのみ円鱗で、 他の種ではすべて串鱗。背びれは一つで16から28本のトゲ状と11から30本の軟状で構成される。腹器は1トゲ5軟状。尻びれは0から4トゲ12から28軟状で、尻びれのトゲ状は対価的であることが多い。顎と隙骨に小さな葉を備え、鋼蓋骨の葉の有無は様々。エラ上骨は6から7本。 椎骨は36から63個。アイナメカには、ネルソンの体系において五赤5属12種が認められている。ゼイニアレピス属を独立のトガとして扱う見解も、ある。アイナメヘクセグラモスオタキー。日本各地の沿岸で観察される普通種で、食用魚としての価値が高いアイナメ赤ヘクセグラミニーは、一属6種を含み、南日本から、 メキシコ北部にかけての太平洋岸に分布する。頭部は鱗に覆われ、側線は1本あるいは5本。背びれのほぼ中央、棘上部と南上部の境界に切れ込みを持つ。尻びれの棘上を描き、おひれ公園の形状は円形からやや看護型まで様々。頭蓋骨に明瞭な突起を持たず、椎骨は47から57個。ホッケプラログラムスアズナス。 日本では、馴染みの深い食用魚の一つ。本化魚類としては、例外的に、広い範囲を回遊する習性がある奥ラビアス属の一種。本化魚類の特徴である、目の上の皮弁が明瞭であるホッケアカプラリーグラミニーは一族二種からなり、北日本からアラスカにかけての北、太平洋に分布する。遊泳性が強く、特に未成魚は、しばしば大規模な回遊を行う。 頭部の鱗は部分的で、側線は5本。背びれに切れ込みを持たず、ひれ状は21から24、棘ゲ24から30、何状。尻びれは、棘ゲ状をかき23から32何状で、おひれは二股に分かれる。頭蓋骨によく発達した突起を持ち、椎骨は59から62個。アファイアドンティニー赤は一族一種で、リングコットのみが記載される。 アラスカからメキシコ北部にかけての東部太平洋に分布する。東部の鱗をかき、側線は一本。牙のように鋭い葉を備えた大きな口を持ち、他の魚類や甲殻類、イカ類を鈍欲に捕食する。背びれに深い切れ込みを持ち、24から28本のトゲ上部と20から24本の南上部を分かつ。 尻びれは3本の身分しびれ状と21から25、南城で構成され、おひれ公園は、節型あるいは間王型。椎骨は57から59個。オクシラバイニー赤は一族一種で、ブリティッシュコロンビア州からカリフォルニア州にかけての沿岸に生息する。頭部は鱗に覆われ、側線は1本。背びれの切れ込みは浅く、おひれ公園は丸みを帯びる。 尻びれは三本の発達した棘状を持ち、第二棘は特に長い。ゼイニアレピス属の一種。本属の仲間は細長く伸びた背びれヒレ状を特徴と、するゼイニアレピ第二赤には一属二種が記載され、オクシラバイニー赤と同様の分布域を持つ。側線は一本。背びれの切れ込みは深く後方に位置し、棘状の内前方の三本は著しく伸長する。 服着のヒレ状は前方の2本が厚みを増す。ありがとうございます。